ラウバーン、アルフィノの動き、あれをどう思う？グランドカンパニーエオルゼアに向けた第一歩として先行統一組織を設立するという話ですか？アルテマウェポンという共通の敵を前に、まとまりかけていた統一グランドカンパニーの話も遅々として進んでおりませんからな。様々な問題を抱える現状を考慮すれば、アルフィノ殿が先導し再びきっかけを作ったことは喜ばしいことではありませんか？表で協力を謳いながら裏では争いを続けている。どこの国もウルダ派と同じか。ラウバーン、わらわはあの組織をあまりよく思っておらんのじゃ。あれには各国のグランドカンパニーの精鋭たちも参加し、武力に特化した組織となっておろう。暁の管理下とはいえ危険ではなかろうか。それにな、あの組織の設立に査活衆から資金提供があったことが気がかりなのじゃ。いつ奴らの私兵となるやもしれん。しかしながらナナモ様、我らは暁に蛮神問題を肩代わりさせてきました。戦力増強を求める彼らの声を無視することもできますまい。加えて資金提供は査活衆のみにあらず、九段の査活衆からの資金もノロリトラを通していない綺麗な金です。それにあの冒険者がいる暁なのです。間違った方向に走ることはないでしょう。そう、あの者たちならばな。しかし人は移ろいゆくもの。その気はなくとも時の流れは人の意志すら動かすのじゃ。荒野に舞う砂塵のようにな。テレジアデレジの剣、いかようにもならぬのか。いろいろと手は尽くしましたが、今のこのウルダ派に奴を捕まえねばならぬ法がございません。無理に捕らえればそれこそ奴の思う壺。これでは奴がしでかしたことは明確なのに、捕まえることもできるのか。